さあ今日はいちごちゃんです。あなたじゃないよももちゃん。違います、違います。いちごちゃんね、おいおい、今日はあの目薬やります。まあ点眼薬ですね、これを打ちます。これを打ちますこれを押しますあれ怖く見せれないんですけど。もしもし、これ新品か。新品だね、新品だこれ。え、はい、プラノ、うん、プラノプロフェンでございます。はい、これを打ちます、ね、ちょっといい、ちょっといい、これどっから開けんのあ、ここかこの黒いところか、黒いところから開けんのね、はい、じゃ舐めないでください。ももちゃんじゃないのね。今日はあのいちごちゃんです。でこれ、まあなんでこんな点眼薬打つかって言いますと、いちごちゃんがね、あのいちごちゃんがね、ね、いちごちゃんがねいちごちゃんがですね、あのシャンプー行ってきたんですけど、まあそこで多分素人に当たったんだろうな、あんたね、またね、ね、よいしょ、まあちょっと目がかゆいということで、ちょっと赤み分かるかな、分かんないね、毛で分かんないか、ちょっと目がかゆいということで、病院に行ってきてもらいました。で、全然やってくれないんで、これね、猫足じゃないもんね、これ。わかりますかね、横から見た方がいい。よいしょ。はい。わかるかなこれ。ね。皆さんわかりますこれ。カクッカクッってなってない。わかりますこれ。ね。こうやって猫足になってないね。カクッカクッってなってるんですよね。これ横から見たらめっちゃわかるんですけどね。うん、それぐらいなんか、全然やってくれなかったみたいな。また外れを引いてしまったということ。じゃあ早速やり方やっていきますかね。ちょっと前半戦長かったですけど、まあ、まずワンちゃんをですね、私のところ、よいしょ、まあ、こうやってやった方がいいか、はいよ、ね、お背中に来るようにね、やってください。あの対面してるとですね、逃げちゃいますね、後ろにどんどん行っちゃいますんで、そうならないように、よいしょ、ちょっと斜めにして、はい、でなるべく上は斜め上向けます。はい、まっすぐとか下向いてると、あの、ワンちゃんの目に目薬が入りにくいので、我々人間も上向いてやりますよね。それと一緒です。なんでちょっと上を向かせて、で、下まぶたを、よいしょ、広げる。ね、下まぶたを広げる。あの、こうやってやらないようにね、こうやってグッ、グッて開かないようにしてください。ちょっと滑るわ、あんた。ちょっとじゃあ座布団の上に乗りね、滑って、滑ると。はい、わかった。じゃあ、はい、そって。はい、よ。で、これで、打ちます。はい。下まぶたをやって、入れます。うん。よいしょ。で、入れたら、むにゅ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 。ね。むにゅむにゅしてあげる。はい。で、むにゅむにゅするときは、ね、まあ、両手ですか、上と下を閉じる、閉じ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 っていう感じですね。よいしょ、はい、 OK。 正面もやってみるかね。今度こっち側、逆側の目でやるよ。はい、見えるかな、グッ、よいしょ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 、グジ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 、こんな感じでグジ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 で、やっていくという形ですね。で今回あの私これ1種類だったのでね、1回ポツってやって終わりなんですけど、複数の場合ですね、複数の場合はなるべく1回1種類目のやつを入れてから、まあだいたい5分ぐらい経ってから2種類目のを刺すという形で、やってください。あの一緒にポンポンってやっちゃうとね、薬の効力がほとんど効かなくなっちゃいますので、まずは1回目、多分、まあ、獣医さんから話があると思いますけどね、複数の場合は、
まず1回目で一番最初に打たないといけない点眼薬で、目を、まあ、慣れさせといてから2種類目のお薬を入れてくださいっていうことですね。で、慣れさせるのに大体5分ぐらいかかるよって話です。はい。で、まあ、必ずって言っていいほど大体点眼薬が一番に来ます。一番先に入れてくださいねっていう話が多分あるはずですから、大体点眼薬をまずもらってから、あの次の別のお薬とか、塗り薬みたいな、目の周りにこう塗る薬とかこうね、いろいろあると思うんですけど、そういうのをやっていくという形をやります。はい。で、まぶたをなんで下にやるかというお話もちょっとちゃらっとしとくんですけど、ね。あの、こうやりゃいいじゃねえかってね、ぐわって開いて、その今のうちにバッてやりゃいいじゃねえかとかね、それあると思うんですけど、これやっちゃうと、まあ、シェルティはこういう顔つきなんで、なかなか、まあ、多分大丈夫な部分があるんですけど、開きすぎちゃうと眼球がポロッと落ちてしまう、取れてしまうっていうワンちゃん犬種がいます。まあ、それが大体、チンとかパグとかそういった犬種ですね。なのでそういう犬種の場合はですね、本当にちょっとこうやっただけで本当に目がポロッと取れちゃうんですね。あのここのお肉とかあるんですよ、後ろのお肉ですね。後ろのお肉もこうグッとこう引っ張っただけで眼球が本当に簡単に取れるぐらいの勢いで、外れちゃうので、なんで打つときは必ず下まぶたをビッてから入れるというかですね。はい。まあ、ももちゃんみたいにこうやってあの全然動かないようなワンちゃんの場合は対面して、ね、ももちゃんちょっと そのままつって言ってベッてやっちゃうといいかもしれないですけど、活発な子はね、あのやだーつって言って後ろにどんどん逃げていきますので、なので背中を向けてということで打ちました。はい、こうやってね、はいはい、こうすると後ろに下がれませんね。前はしっかりガードしてます。はい。なので、こうやってね、背中を向けてちょっと上を向けてからグイッとグイッとやってからギュッと打つわけですね。はい。であまり近すぎちゃうとこの突起の部分が目眼球ゴンって当たっちゃいますので、まあ、ある程度離して、打つという形を取ってください。はい。今日は 目薬でございましたね。まあ、やり方と、いちごちゃんがね、この点字薬打ちましたというお話でございます。はい。あ、まあ、なんで打つかっていうとね、あれさっき言ったかな言ったこと忘れちゃったなね、トリミング行った時にね、まあ、何かしらこう新人さんに当たったんでしょうね。処方の仕方がまずかったのかな、ね、非常に痒みが残ってしまったということで、まあ、病院に行って、まあ、菌が入ったのかな、うん、はいはいはい、どうかな、どうだね。まあ、ちょっと原因が分かりませんというふうに獣医さんも言われちゃったんで、ね。まあ、シャンプーの相性が悪いのか、まあ、いろんなね、ワンちゃん扱ってるので、トリミングはね。なので、そういったやっぱ菌が入っちゃったのか、ちょっと分かんないですけど、一応治療の、ね、目が真っ赤なので、入れといてくださいということで、これを入れました。はい。っていうのが、ま、理由ですね。はい。よろしくお願いします。で、今回も、点眼薬入れておきましたんでね、痒いの収まるまでちょっと入れておきます。はい、以上でございます。では次回もぜひご覧になってください。